今日もレバンテ監督キャリアモードの続きやっていこうと思います。今日はラリーガ、ビジャレアルとの試合と、レアル・バジャドリーとの2試合やっていこうと思います。まあ、前回ちょっとね、開幕戦引き分けてしまって、いいスタートダッシュは切れなかったんですけど、まあ、残り今月2試合ね、2連勝できるようにやっていければなと思います。ではビジャレアル戦、こちらのスタメンでやっていこうと思います。前回からの変更はないんですけど、ベンチメンバーをちょっと、何人か2人ぐらいか変えて、ロベルトをね、今日はベンチ入りさせて、やっていこうと思います。フォームは大丈夫なので、しっかりまずはね、今シーズン初勝利を手にするこのホームで。まずい、これはまずい。おし、さあカウンター、よし、かわして、バルディまだ、さあカンパーニャ、うわー、正面か、決めたかったね今。さあまだまだつながっている。さあまたマヨラル、バルディ、マヨラルもっと裏抜けてほしいけど、さあサイドヘルナに、さあマイナス、バルディ、こぼれ、マヨラル、いやさあちょっとピンチだ。オッケー、ウェゾナイス。またバルディ、さあヘルナにスペース空いた、バルディ入ってきた、さあマイナス、マヨラル、うわー、惜しいなー。いい感じでバルディがランニングしてきて、最後マイナス、マヨラル、ロスタイムか。ここで前半終了、0-0。よし、奪った、クラーク、サモラレス、さあここはチャンス、さあ逆サイド、エルナに、いやー、コーナー、まずい、おー、ナイスキー、危な、足一本よ。17分選手交代、マヨラルを変えてレオン投入、 OK、 さあ待って、さあカンパーニャがまた、さあセルヒオ、レオン抜けてシュート、右走、右走ってなんだ、いやー、ちょっと右すぎたな、いい感じだったけどな。あ、そこをかわされちゃまずいな。 OK、 さあ待って、さあどうする、自分で行く、ヘルナに、自分で行ったけど、ここもキーパー、あー、さあまたと、バルディを下げてロジエルとロシナを投入。この間ロジーナって言ったんですけど、ロシーナですよね、ごめんなさい。さあ
オルシーノ、カンパーニャ、さあセルヒオレオン、中入っていた、ヘンナニいいんじゃないこれ、いや、またまだくー、止められんのか、完全抜け出したけど、アセンホビッグセーブ、よし、こけナイス、さあ引きつけてサイドヘルナに、さあまたスピードで、さあ切り返して、いやー左こだわりすぎてる、こだわりすぎてる、シニーナ、モラレス、モラレス、いやーここも、さあモジーナ、モジーナ、ロシーナが行く、元気なロシーナが行く、マイナス、ロジェル決めた、ロスタイムきた、最後の最後で破ったぞ、センホの壁を、ロシーナが独走して最後マイナス、ロジェル、いやーまた劇的な点、こっちでもやっちゃうかこういうの、あーでも嬉しいなこれは、さあここで試合終了、 1-0 初勝利ホームで、いやーよかった、なんとか勝てて、なんとか、終盤のね劇的弾でなんとか勝てました。途中交代のロジエル、ロシーナが、結果出してくれてよかったなと思います。次バジャドリー戦なんですけど、多分月末の試合になってくるので、またなんか間で補強するってなったらちょっとお知らせしたいなと思います。とりあえず進めていきましょう。はい、クエンカのちょっと最高賞行ってみたいなと思います。でもこの市場価値なら取ってもいい気がするな、ちょっと交渉してみます、これでダメだったら この夏の補強はできないですけど、クエンカの、あ95万だ、95万ユーロ、90万ユーロ、なんか教えてもらったんでそれなりの額を最初出した方がいいって言ってたんで、とりあえず90万でこんなもんでいこう、さあどうだろう、あれすんなり決まっちゃったな、まあ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 、オッケーオッケー、さあそうですね、クエンカ今後に期待で、役割じゃない、合意5年契約、1万3000は高いから7000にして5万、あ6万5000、いや7500にしよう、さあどうだろう、8600か、8000にして8万にしよう、さあよし決まった、クエンカの獲得決まりました、はいクエンカ獲得決まりました、よかったです、ということで、バジャドリー戦参りましょうか、では今から、レアルバジドリー戦に臨んでいくんですけど、今日はこちらのスタメンでやっていこうと思います、さっき獲得したクエンカをベンチ入りさせました、で今日はマタに変えてロシーナをスタメン起用でやっていこうと思います、であとトップはロジエルでやっていきます、ルニンってレアルのルニン、
レアルってマドリーの、マドリードの、レアルマドリーのか。さあ、なんかレアルバジャドリーもなんかユニフォームがちょっと似てるなと思ったので、今日はうちがサードユニフォームでやって、バジャドリーはセカンドユニフォームでやってます。さあチャンス、エルナーニ、あーまずい、オフね、まだまずい、危ねえ、助かった。さあ逆にうちのチャンスか、これは。あーちょっと合わない。まあまずい、いやまずい、うわー、マジか、まさかの先制されるとは。ダフードってあのダフードじゃないよね、あのダフードなの。さっきちょっとスタメンルニンで頭いっぱいだったけど、あのダフードじゃないよね、あのダフードっぽいな。でもあー、マフムルダフードだよね絶対。マジか。さあ何、切り返して、さあまたバルディ入ってきて、さあサンモラレス打てない。まずい、まずい、アップねーベーベー。ちょっと右サイド、まあ、サイドバック上がったところをちょっと疲れてるから気をつけないとな。まずい、まずい、うわー、アイトゥールナイス、カンパーニャ、バルディ、バルディ、バルディ、ロジェル、ロジェル、うわー、左、ヘルナンチトラップ悪いんだよな。さあロジェル抜けた、さあよっしゃー先制。今の飛び出しうまかったな、一本でここロジェル抜けてニアぶち込む、そして同点。ここで前半終了、まあ、なんとか前半のうちに先制されたんですけど、追いつけてよかったかなと思います。さあバルディにつなぐ、バルディ、カンパーニャ、ロシーナ、カンパーニャ、モラレスんとこ、さあチャンス、さあファーサイド、変なに、いやーミートセンカ。さあ60分弱、ロシーナに帰ってレオン投入で442のダイヤモンドにしました。で、サイドがワイドのタイプのダイヤモンドですね。お、あピンチは続いてるけど、 OK、 カットモラレス、サクラークつないで、これはチャンスじゃない、ここ、いや、あ、いいの通った、さあつながれ、いやー、いいの通ってない、よし、モラレス、レオン、ロジェールとのワンツーと見せかけて、こっち右バルディ、さあシュートはまだ
あんなに広くて、ダンコケ下げて、オッケー、ああ。Just wonder to myself how important that save will be come the end of the game. Really important goalkeeping to keep it all square, wasn't it? Sergi Guardiola. Was it? Oh, nice! Abuna, nice kick.いいシュート飛んでたもんね今。ナイスキー空いてる。さあヘルナニとバルディ下げてマタとサイモン投入。さあこのボール大事にしたい。ただモラレス走ってるぞ。追いつける追いつける頼む追いついてくれ。よしよしよし。さあサイモン。いやー終わってくれ。さあまだラストチャンス。いやーここで試合終了。1対1か。いやーなかなかちょっと後半はうまくいかなかったな。まあ、点取っそうか前半か点取ったの。後半うまくいかなかったな。1対1ドローでした。ちょっとダフードがいたのびっくりなんですけど、まあちょっと442に変更してなかなかボールを保持することができずに、まあ2トップダイヤルみたいになっちゃったんですけど、そこがうちの良さが逆に消えてしまったかなっていうところで、まあでも負けなかったのは良かったかなと思います。次回多分レアルとのね試合になってくると思うので、僕たちの実力がどれだけね通用するのかっていうのを試せる相手だと思うので、頑張って勝ちたいです。はい、そんな感じで、今回はこれで終わりたいなと思います。ありがとうございました。